熊本城見れるみたいなパターン。綺麗。うん。綺麗。ここだよ、右口は。綺麗。どこから入るの？ここだ。ここからこうやって入るつもり？あ、熊本城。向こうだ。うん。まあ、行け。くぐっていくわ。うん、ヨーグルト。一緒に買ったやつ。賞味期限切れのヨーグルト。食べてよ。なんで食べてくれんの？食べたよ、今日。全部？うん、なんで全部食えんの？あの全部1日食ったらまあまあやばい。お腹壊すかな？壊すよ。だってらしいよ。だけうちらはなんかフードウェイで買ってこう。行く前に？うん。じゃあみんなで持ち寄って食べよ。うん。お疲れ様ですね。いいですよ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちら、入園券をお伝えください。はい、滞在者の係にお見せください。ありがとうございます。やばっ、これは52年かかるわ。40年2052年。なあ、仕事。うん、生きてる、うちら。30年後、さすがに生きてるやろ。ライトアップしてるな。もうハゲ坊主や。じゃじゃーん。じゃじゃーん。じゃじゃーん。ワムトジョンです。でからのムシャガシ。ここからね。うん。ムシャガシ。人上にいるじゃん。うん、見れんのちゃん。中も開放してんねんな。もう落ちるんだかな。見えたよ。見えないの、顔が。うせやん。嬉しそう。おかしいな。もう、おらんから、寂しくて寝られへんかと。2時まで。うせやん。もう。いつもうるさいのに静かなったなと思ったら寝られへん。絶対うせやん。ほんまやろ。ウキウキしない。これはほんま。寝る場所。あー、なんかそわそわするなって、やっぱうるさい人もらったから。銀杏って食べ過ぎたよ、このらしい。そう、うん、いい感じよ、ね。うん、いちか食べてない。4時ぐらい。それまでは七夜しか食ってないって。ずっと七夜。うん、やっぱり向こう渡られへんかな。渡れるんですか。渡れるじゃん。あれ、ここ渡ってるじゃん。あっちから来てるじゃん。ああ、あっちか。向こうからさ、あ、降りて向こうの博物館の横に行けばいいんですか。そう、オッケー、任せ。いや、立て。私わかるけど、要塞園って何時もだった？9時。ん？9時。あ、じゃあ帰りも取っとるね。うん。肉まんでも買うか。肉まんでも買うか。トモグイ。トモグイ？もういらない。もうずっと。うわ。ユニバ。確かに。下みんなもっと来るだろ。確かに。これだから春はあっちでやってたやつやんな。あ、そう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 。一回向こうまで歩いていこうかな。
ちが一番でかいやつか。うん。でもこう帰ってくるやつ。あそこもでかいね。うん。これ帰ってくるからその時に撮ったり。うん。これ火って書いてるな。ん？火って書いてるんじゃない？お、本当だ。あんま考えたことなかった。そう、考えたことなかった。キノコにだけね。うん。明日雨かな。うん。これも大きいな。うん。あそこもでかい。うん。結構大きいよこれ。堂々と行く。堂々と行く。うわ、すげえ。京都ちゃんとやってくれるな。うん。そう、あのバスツアーあるじゃん。うん。あれでね、あの3つぐらいお寺と神社回るの。紅葉ね。あ、行ったの？うん、行った行った。だけあのこうお庭とか、はいはいはい、あとお茶飲めたりとか、あのね夜ご飯がついてるバスツアー行ったことある。へえ。よかったすごい。うん。なんか誘導されるけど、うん、県になんか急がんでいいし。お金取ったいのにな。お兄はめっちゃ取るよね。うんうん。
こっち。こうなってるの、こう。ご自由にお取りくださいみたいな。うんうん。車突っ込んで暴れる木みたいなやつになってる。おお。知らんやろ。おお。なんでうんって言ってた。おおって言ってんの。怖いね。俺がおーって言った時はどっちかな、分からん反応になってる。おー嘘か、まことか。そう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 、どっちも反応できる返事をするの。でも嘘だったね、一応分かったよ。だって、嘘。わけハリーポッター見たことないじゃん。見たことはあるよ。見たことあるけど、うん、内容は知らん。いい、それがなんか1話なんか2話なんか3話なんか分かる。あ、はい、見たことはある。じゃあ話に繋がってるのも分かんないの。うん、1個で終わってる。お話1個で終わってる。分からん、もう覚えてないな。うわお、あの、あれは分かんない。あのハリーポッターとかがチーム、なんかフリーチなんか、あのチーム分けされるやん。ハグリッドみたいな。あの帽子のおっちゃんが喋るやん。ハグリッドは人の名前なの。帽子のおっちゃん喋るやろ。うん、うわ、美味しそう。うわ、うわとか言わんでよ。あるやん、ペイペイ。うん、食べる？食べや。マーク食べる？うん。このペイペイ使えないのかな、ごじゅう。わからん。うん。グー。美味しい。うん。うん。うまいよ。で、うん、買って食べるって。うん。それが醍醐味そう。醍醐味やな。そうやろ。石見なり行ったことある？ない。嘘。え、いっぱいあれがあるところ。うん、ないないない。鳥居がない。いいよ。いっぱいやったやん。うん、基準そこ？うん、いっぱいやったやん。団子もあるし、何でもあるよ。漬物とか、牛、イカ焼き。トウモロコシもあった？あれ、ほとんどあるよ。そう。思いつく屋台はほぼあるよ。たこ焼きもある？たこ焼きもあったと思うよ。揚げ物屋さんとかあるし、唐揚げもあるしな、イカ焼きもあるし、クレープもあるし、もちろん団子もある。うん、唐辛子もある？七味唐辛子。七味唐辛子はあるかな、どっか、なんかどっかあるな、それ。なんだっけ、どこだっけ、それ。混ぜるやつやろ。そうそうそう。え、なんどこのやつあれ。あ、どこでもあるよな、でも。大阪でもやってる。浅草あるよな。大阪でもやってるよ。